Mario Kart 8! はい、どうも皆さん、カズマでございます。本日はですね、とうとう、出ましたね。俺にも出たよ、 200cc が。なのでね、もう早速 200cc やっていこうかなと思います。出たねー 200cc。 まあこれもね、もうあるんですけど、まあ失礼します。これですね、ブレーキ必須 200cc やっていこうと思います。まあまあね、まあ結構ね、僕もねレースゲームやってるんでね、まあすぐにね慣れると思います。はい、まあね、やっぱねレースゲームはね、もう普通はねブレーキ必須ですからね。もうそれをやってきてるね俺ですから、もう大丈夫ですよ。でも怖いからルドイック行く。うん、行こうと思わない。重量級とかで行こうと思わない、うん、気が知れないね。うん、怖いからね。何がいいかな。あ、じゃあ P ウィング行きましょうかね。 P ウィング、お見せし、この動画でお見せしたことなかったんでね。じゃあ P ウィングにリングタイヤ。おー、なんか似合ってんね。サマになってるね。うん、 P ウィングにリングタイヤって結構サマになってるね。じゃあまあまずはね、ここからやっていこうと思います。キノコカップ、はい、佐渡。ね、200cc のね、カップを全部やるっていうのはしませんね。とりあえず、まあ、この動画を撮った後に、多分インターネットかな、 200cc の動画を撮ると思うと、撮るとしても。はい。さあ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 、どれほどのね、スピードになるのか。こんな速いのか。速いな。あ、速いな、速いな、速いわ。あ、でも分かってきた。これだよ。いや、これだよね。いや、普通こんだけないとこ、これでよ、これでよ、これこれこれ、普通こんだけないと。いや、とうとう来たよ。もうもう湾岸で言うとあれだよね、もう300キロで言うと、300キロで言うと、これねえとさ、これぐらいのないとね、ダメだよ。普通のレースってこれぐらいあるからさ、これぐらいなんかやっと来たよね、来たよね、200cc。 いやー嬉しいね、俺はこの領域、この領域。いや、いいわこれ、めっちゃ楽しい。これ 200cc いいね、これ。いや、これいいわ。うわ、楽しい、これ。でもこれマリオカートさせみたいな、これ楽しくできるんだよ。他のコースになってこれ楽しくも言えねえんだろうな、もう簡単なコースだから楽しいとか言ってるけど。すごいもんな、これ。ペラっちゃったしな、俺。オッケー、はいえ、はいえ、はいえ。やばいな、これ。いや、楽しい、楽しい、これやばい、楽しい、これこれ楽しい、素晴らしいね。あー、ミスね。あ、ゼロスタートからも結構すごいね、これ。赤は取れるかな。取れないかなと思ったけど、行ったよ、パックン。すげえ、すげえ、すごいな、これ。なんかバグみたいなんかね。そんな膨らむ、そんな膨らむ、そんな膨らむか。よかよかよ。うわ、耐久時間やべえ。あ、邪魔する、このスピード感最高。うん、あれってすごい、ちょっと誰っぽいですけど。あ、これすげえわ、やべえ、マジで一個一個がちゃんとこれブレーキになると回せるかもしれない。なるほど、了解了解了解、出しました。うわ、浮いた浮いた、危ない危ない、なっちゃったダメじゃん。青ロー
ほどね。結構これ難しい。でもやっぱこれぐらいないとね、いいね。これぐらいの領域がないと、このハイスピード感がないとダメだね。いやもうなんか 150cc やる気なくすねこれ。いやもう素晴らしい。これでキノピオハイウェイとかしてえな、楽しそう。 200cc の切りとかできねえのかな、やりてえな。一人でも知りたいよこれ。これダウンロードコンテンツで無料出せるっていうの持ってる人誰でもね、200cc の攻撃が走れる。素晴らしい。何点でも生き残ってしまう。早めにハンドルを切ることが重要だね。もうコーナー1個抜けてしまったらもうすぐさま次のコーナーへの対処はやっとかないと、チンタラやったら本当にあのペナっちゃうねこれ。うん、いやいやいや、まあまあそれでこそね、それでこそレースゲーム。マジかよ。これ一回でよくなったらめんどくせえんだよな、これ。うまいとこでやりたいな。マジか。浮きやがった。浮きやがった。ミスったのもあるけどさ。マジか。これはあれだな。あの、本当にあの、マリオカートの広大な。はいえ、はいはいはい、突撃しちゃって、はいえな、グライダーの車の操作感覚にならないけど、はい、結構ここはブレーキする。素晴らしい、楽しいねこれ。うん、楽しい楽しい。
200cc やりたいね。いいね。これ、またなんかコミュニティとかでみんなで集まってこれやりたいっすね。なんか、告知動画とか出そうかな。これやろうかな。ねえ、なんか募ってね、動画、この動画見てる方を募ってね、やりたいなぁとね、思います。はい。またそういうのね、俺、8になってからまだ全然やってないので。まあ、それは星2つだろうね。よし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 。どこしねえよ。200cc ねえ。はい、とまあ、200cc やってまいりました。まあね、感想としてはまあ非常にいい感じでしたね。まあやっぱりね、あのハイスピードの感覚、いやもう素晴らしいです。やっぱレースゲームではこうでないとね、ダメですね。まあやっとね、200cc ってことはまあやっと100ちょっといったら130あたりあるのかな、最高マックススピードで。まあ、それぐらいあるんじゃないかな。まあ、やっとね、まあ、その領域に来たのかなというですね。まあ、次回からはね、インターネット一人でね、ちょっと 200cc をね、ちょっとみんなと一緒に走っていこうかなと思います。あとね、まあ、できればね、みんなでね、この動画見てる方とね、一緒にやれればいいかなと思います。まあ、それに関してはね、ミーバースのコメントか、まあ、YouTube のコメントなんかで、やりたいです、参加したいですと言ってくだされば、まあ、それが多ければね、やろうかなと思います。それでは今回の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。